宝楽寺は、大阪市東住吉区にある新言州潜入寺派の大本山の寺院。三号は、四金山、陰号は、小松院。本尊は、不動明王。毎月28日が、不動明王の縁日で、多くの参詣者で賑わいを見せている。伝承によれば、原平の戦乱で戦死した平家と源氏の霊を、恨みよや平等に弔うために、 源の義朝の年次仏であった、如意林関全音菩薩を安置し、壮麗なが乱が営まれたことが起源とされる。三号の主金さんは、自称二年、仏教の信仰に扱った平の重盛が、宋の禅寺、幾雄山仏、寺氏の功徳を聞き、黄金三千両を献上し決縁を求めたとの伝えによる。仏寺氏は、重盛の仏法への志に感嘆し、 伊高山伝来の資金の仏車理2課を送ったという。また、陰号の小松院は、平野茂盛の別称が、小松ナイフと称されていたことにちなむ。元気2年、織田信長の信仰による陛下で伽藍は怪人に、返した。しかし、天正13年にはひとまず復興した。聖徳元年に野中寺から高義広施設が新し、新山市、立院として、 本格的に復興が行われた。お堂は、木の国のさえがけの尽力により、大和国宇田松山藩小田市の電車が移築され、現在に至るまで三門、本堂に残されている。楠大阪府大阪市東住吉久山坂一丁目18の30。ありがとうございます。